はい、こちらゼロです。さあ、今回はですね、こちら、Z の 1.4 倍テレコンね。これをですね、この Z8 と863のセットですね、に、加える形で、今回ね、撮影をしてきました。まあ、それについての話をね、していこうかなと思うんですが、つい何日か前ですね、まあ、噂情報かもしれないんですが、Z8 のその高感度、体制の部分ですね、ここの部分に今改善が加えられたファームウェアがアップデートされるんじゃないかという、まあ、情報が出てまして、それを見た時にね、もしかしてというところで、ね、1.4 倍テレコン、まあ、つけると F 値暗くなりますよね。1段分暗くなるんで、やっぱり ISO の部分ですよね、そこの部分に関してもまあ連動して厳しくなってくるということもあり、どうなのかなというところで、とりあえず現状どうなのかっていうところで、試してきました。863買ってからですね、一度も、この 1.4 倍テレコンについてはつけて試したことはないんですね。あえて避けてきたと言うべきか、はい、っていうところがあり、今回、まあ、初めて試してみたんですが、まあ、結論から話を、まあ、しますね、はい、また今回もデメリットというかね、ネガティブな話になっちゃうんで、まあ、聞きたくない方はもうこの場で、切っていただければいいんですがね、動画もね、正直私個人的には今後863とのセットでは 1.4 倍テレコンは使うことはないと思います。はい、ないですね。もう断言しちゃいます。使うことないです。445ね、今まで445と 1.4 倍テレコン、これのセットっていうのは、まあ、全然使ってきたし、これからもね、まあ、使う場面がもしあれば、全然445に関しては 1.4 倍テレコン、むしろ入れて使いたいなっていうあの感じではあるんですが、863とセットで使うのはちょっとないかなって感じなんですよね。で、まあ、やっぱりメリット、デメリットそれぞれあるんですけど、特にデメリットの部分が大きくて、やっぱりそれがあり、まあ、今後ないかなっていう感じなんですね。で、まあ、順番に話をしていこうかと思うんですが、まずメリットね。メリットに関してはもう何と言っても、まあ、焦点距離が伸びるということですね。もうこれにつきますね。800mm であればですね、1.4 倍なんで、芝32だから1120に伸びるのかな。はい。さすがにですね、ここぐらいになってくると、もうだいぶその鳥さんとの距離感っていう部分においては、余裕が生まれてきますね。かなりその鳥さんに対しては警戒心を与えずに撮影することはできる状況にはなりますね。ただやっぱそれだけなんですよね。やっぱりそのデメリットの部分がすごく多くって、一番はですね、あの解像感ね、解像感の落ち具合が結構厳しいんですよね。で、445につけてる時のその解像感の落ち方よりも、863につけて使う時の方が、その解像感の落ち方っていうのはひどいですね。よりその解像感がなくなる方向に落ちていくのがちょっと今回確認できたんで、これはちょっと厳しいなという感じでしたね。で、まあ、被写体認識は当然その焦点距離が伸びることによって鳥さん自体を捕まえに行きやすくはなってて、当然そのね、ガンガン被写体認識、被写体検出で AF で捕まえてっていうことをやってたわけなんですけど、やっぱりガチピンが来てる場面であろう場面でもですね、やっぱり微妙にずれてるっていうのが相変わらず多いし、まあ、これは800を単体で使ってる時よりもちょっと若干多いかなって感じするし、ガチピンで来てたとしてもですね、甘い、そもそもちょっと甘い上に、解像感そのものもやっぱり全体的にちょっとぼやっとしてるっていう感じが、やっぱり863は顕著なんですよね、445に比べると。なので、そもそも写りの部分で、800と 1.4 倍テレコンっていうこの組み合わせで使うことはちょっと難しいなって思いましたね。で、今日まあ朝から撮影してて、結局500枚ぐらいになったのかな。で、まあ、さっきまでデータずっと見返してたんですけど、本当にガチピンで来てたもの、本当にガチピンで来てたものは何枚かってぐらいですね。10枚ないですね。もう数枚だったと思います。それ以外はやっぱり全部ちょっとずれてるんですよ。ちょっとピントが甘くて、で、解像感もやっぱ全体的にちょっと甘いんですね。これだったら800で撮ってトリミングした方がまだ解像感としては出るんじゃないかなっていう感じがちょっとしました。はい。なので、
800と 1.4 倍テレコン、正直その今回撮影してた状況って、まあ、曇り気味の状況で、まあ、時折その雲の隙間からね太陽の光が差し込むみたいな状況だったんで、まあ、条件的にはあまり良くないですよね、明るさの条件的にはね。なので、まあ、厳しい部分であったかもしれないんですが、まあ、少なくとも私が住んでるね、この北陸においてはですね、そういう天気の日が多いので、ってなるとやっぱ今回今日やったようなその天気光の状況の中で、まあ、解像感が出るような写真が撮れないってなるとちょっとやっぱり厳しいかなっていう感じですね。で、明るい状況、その明るさが十分に確保できてる状況で、じゃあ綺麗な解像感のある写真が撮れそうなのかって言われると、それもやっぱちょっと厳しいのかなっていう感じがしましたね。まあ、これはあくまでも主観なので、ね、その86さんと 1.4 倍テレコンの写りでも満足できるという人であればそれは全然 OK なんですけど、私個人的にはちょっと難しいかなっていう感じですね。やっぱ写りの部分ですね、まあ、そこが一番大きいかなっていう感じですね。あ、そうそう、ほんで AF ね、 AF の駆動に関しては 1.4 倍テレコン挟んでるからといって何か極端に遅くなるというようなことはなかったですね。まあ、被写体検出も普通にしてましたし、でシングルポイントでもね試してみましたけど、なんか遅くなったなっていう感じはなかったですね。まあ、この辺の感触は445にこのね 1.4 倍テレコンつけた時と印象は変わらないですね。その辺のなんか性能的な部分で、写りじゃない部分の性能的な部分でなんか極端に差が出てきたのかって言われると、そこはほぼ気にならない、全く気にならないって言ってもいいぐらい、まあ、変化はなかったですね。で、あと一つね、ちょっと気になったのは863に ZE とくっつけて、で863の専用 のバッグがあるんですよね。これに、まあ、入れようと思ったらギリギリ入るっていう感じなんですけど、その間にねテレコン挟んでしまうとですね、まあ、バッグとしては入らなくなってしまうっていうのが一つデメリットとしてあって、今日の朝もね、まあ、行こうと思って、まあ、昨日の夜準備してたんですけど、863にテレコンつけて、じゃあ ZE つけてってバッグ入れようと思ったら入らないんですよ。で、まあ、しょうがないから、とりあえず863と ZE だけ のくっつけたセット入れといて、テレコン別で入れといてね、別のバッグに入れて、で現地行って、間にかませるっていう作業をやってたんですね。で、まあ、これもやっぱり煩わしいというのが、まあ、一つ、まあ、あるかなって感じですね。まあ、それはまああくまでもね、こう最初にこれをねちょっと使ってみようかっていう風なところで準備してた時に発生した問題っていうかね、あの現象なので、もう写り以前に発覚してたことなんですけど、やっぱ実際使ってみてその写りの部分ですね、やっぱりこの部分に関してはそもそも863時代がね、これ何回も言ってますけど、やっぱりちょっと癖のあるというかね、そういうあの特徴的な、まあ、レンズではあるので PF レンズを使ってるせいだと思うんですが、使ってるせいって言っちゃうのもあれですけど、ね、まあ、PF レンズを採用してることによる、まあ、ネガティブな部分だと思うんですが、そこにねこの 1.4 倍テレコン、 1.4 倍のこのテレコン自体やっぱり、性能自体はすごくいいですよね。まあ、それは445で使ってる時に自分はあの経験してるんで、このテレコン自体はかなり、まあ、使えるテレコンだなとは思うんですが、863との相性っていう部分でいくとあまりよろしくないなっていう感じはしましたね。はい、ということで、もし 863-800mm をさらに焦点距離を伸ばそうっていうのであれば、光学的にね、光学的に伸ばそうっていうのであれば、正直手段はないかな、現状だとね。テレコン使えないってなると光学的に伸ばすの不可能ですからね。ってなるとちょっと難しいですよね。うん。あとは、600mmF4 に、あれテレコンついてるじゃないですか。あれのテレコン使って840にした上で 1.4 倍テレコンをさらに使うというのであれば、今回863で感じたような、その、ネガティブな部分っていうのは、出てこないかもしれないですね。うん、それはもう私試しようがないんで、ものがないんでね。はい。まあ、わからないんですが、まあ、今後も試す機会も多分ないと思いますけど、高いんでね、あれね。まあ現状その863、私の場合はやっぱり、主力のレンズ、メインのレンズにやっぱりなりますんで、まあ、そう考えると、
なんだろう、解像感上げていくっていう方向に行くならば、テレコンかますんじゃなくって、ボディね、やっぱボディの画素数を上げるしかないというのが、やっぱ今のところの結論ですね。なので、もうこれ以前から何回も言ってますが、6000万画素台のね、Z7 シリーズが出てくれると、やっぱ非常に嬉しいなというのが、今回試してみて思った結論ですかね。はい。ということで、今回は Z8 と863に 1.4 倍テレコンをね、加えて使ってみてどうだったのかというお話でございました。写真もね、曖昧曖昧ところとか多分差し込んでるかと思うんですが、何かの参考になるか分かんないですが、一応ね、私が感じたこととしては、そういうことということですね。はい。あくまで、私個人の主観であるというところを踏まえた上でお聞きいただければ、よろしいかなというところですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。